中から警察隊のオートバイと警察部隊が敵を発見しました。オートバイの隊員は無事、警察警戒者はそれぞれの武器で応戦しつつ敵情を解明します。2番方向をご覧ください。第13通信隊の悪徳道路車がアンテナを立てて発動しています。敵防御陣地後方を偵察するため後方に移動しました。レーザー部隊は敵の陣地で入り込み敵を混乱させる目的で活動します。強い風が吹きます。注意してください。レーザーは敵から見えない地域に到着する模様です。潜入を開始したレンジャー部隊が隊形を組み前進を開始しました。旗を上げて警戒しているのは13式中距離地対空誘導弾。
通称ピンサムです。敵の指揮官が滑走路の台に現れました。続いて左手上空をご覧ください。 UH-1 に乗った射撃手が滑走路の台の敵指揮官を狙っています。射撃銃は長射程かつ正確な射撃が可能であり、敵が最も恐れる価値の一つです。また射撃手は空中と滑走路左手奥の一番方向にも潜伏しており、空中と地上から同時に同一目標を中隊長、こちら射撃敵の指揮官を発見、急いで57同時射撃する。5、4、3、2、1。攻撃完了、離脱する。こちら中隊長、了解。前方3番方向から侵入してきたのは第46次通過連隊の施設作業小隊の隊員です。火力戦闘部隊の援護下に敵の障害位置を発見処理し、我の部隊の総攻撃のため障害の再分位置、種類、規模の偵察を開始しました。さらに装甲動作が通路補修工事のため前進します。障害処理に先立ち、火力戦闘部隊の FH-70 により障害処理支援射撃が行われます。大きな音がします、注意してください。滑走路下にて突撃の最終的な準備が始まります。火力戦闘部隊超越支援部隊が突撃支援射撃を開始します。大きな音がします、注意してください。
しました。大きな音がします。注意してください。融合加算などの敵によって敵防御部隊は撃破、滑走路のライを取り戻しました。以上をもちまして訓練ステージを終了いたします。我々第13旅団はいかなる事態にも適応するとともに、将来に備えるため厳しい訓練を通じて日々練度の向上に努めてまいります。